宇宙がある世界、目標は月に行くこと。おお、このすごい宇宙船で今から宇宙に行くのか。いや、君が乗るのはその隣。その隣？え、この土のやつ？そう。嘘でしょ。え、乗り込んだけど、え、これ発射できんの？いや、無理無理、絶対無理、絶対墜落する。いけるんかーい。本当に宇宙に来れてしまった。申し訳ないけど、絶対墜落すると思った。無重力になったのは面白いけど、これ暇じゃない？だって月に到着するまであと待つだけでしょ。なんかないかな？移動を早める。何これ？宇宙船ワープボタン。あるじゃん、月まで行けそうなのが。押してみよう。って、ブラックホールの目の前なんだけど、待ってくれ、ワープ装置が無能すぎる。もう一回ワープボタンを、あ、またここにワープした。ワープ場所固定なの？なんか他には、この星転移ってのを押してみよう。ほい。おぉ、助かった。っていうか、ブラックホールをどっか遠いとこに飛ばしたのか。いや、どんな技術力？ん？待って、この音は何？まさか、宇宙がある世界、目標は月に行くこと。まさか、宇宙船が破損しました。近くの星に不時着します。まあ、土でできてんだから、そりゃ壊れるか。やっば、なんか変な星に来た。っていうか、星か？これ。星っていうか、宇宙のゴミみたいな感じじゃない？水中呼吸のポーションを飲んで、空気がなくても平気になって、俺、この船直せるかな？うわ、結構ちゃんと回路が組んである。お前、実は高性能なのか？じゃあなんで外装は土で作ったん？いや、無理だ。内部見ても何もわかんね。使えそうなボタンは、お？もしかして星転移なら生きてる？あ、いけそう。そうと決まれば、このちっちゃい星を丸ごと月の上に転移させよう。飛べ！よし、月にたどり着けた。これで、あれ？月なはずだけど、何これ。宇宙がある世界、目標は月に行くこと。待って、なんかがおかしい。なんで地球がないの？まさか月と似てるけど違う星に来ちゃったとか？いや、そんなわけないし、座標的には目の前に地球があるはずなんだよ。何か手がかりは、あれ？近くにブラックホールがある。なんで？月のこんな近くにブラックホールがあるわけが、まさか、俺がさっきブラックホールを転移させた場所は、あ、そういうことか。地球はもう飲み込まれた後だ。こっちに近づいてきてる。早く月も離れないと。ダメだ。もう動かない。多分永遠にさまよい続ける。この広いブラックホールの中で永遠に。